皆さん、こんにちは。須藤銀河です。今日紹介するのは、クリス・ベノアが語る SK の罪。SK といえば、まあ、プロレスファンなら知らない人はいないでしょう。まあ、あの事件ですね。1995年に、新日本プロレスの練習生権平博満さんが、道場での練習中に亡くなったあの事件ですね。まあそうですね、あれについて、まあ、SK を擁護しているのは、まあ、金本さんぐらいですね。あとは皆さん、まあそれについてはまあ語りたくないようなんですけど、私がこれからご紹介するのは、リング・オブ・ヘルという、クリス・ベノアの評伝ですね。クリス・ベノアが書いたんではなくて、マシュー・ランダッツォという人が、書いた、クリス・ベノアから聞いて書いた、クリス・ベノアの評伝です。このリング・オブ・ヘル、まあこの中であのゴンペイさんの事件について語っているのは、クリス・ベノアが、直接見たわけではなく、その伝聞です。そしてそこからランダッツォが、聞いた、つまり伝聞の伝聞ということになりますね。このリング・オブ・ヘル、これを、まあ、翻訳して日本のサイトに載せてた人がいたんですけど、ちょっと今は見当たらないですけど、ちょっとその時の、まあ、文章、私がそれを再構成したものをご紹介したいと思います。権平博満の殺人事件はプロレスの歴史の中でもおぞましさにおいて一二を競うものだろう。殺人容疑者が罰せられることもなく、蝶のつくほどの有名人になっているのだからなおさらだ。その日、その練習生、権平さんですね、その練習生はいつものように練習でしごかれてリングの上に倒れ込んでいた。そこへ SK がやってきた。 SK はリングに上がり、練習生のところへ行くと、起きろこの野郎と言った。受け身の練習をするぞ。もう立てません。立つんだ。そう言うと、SK は練習生の腕をつかむ。無理やり立たせ、受け身の取れない角度で頭からマットに叩きつけた。練習生は頭を抱えて悶絶した。まだだ。 SK は構わず練習生を引きずり起こすと、立て続けに受け身の取れない投げやスープレックスで何度も何度も彼をマットに叩きつけた。やめて。うるせえ。やがて SK に叩きつけられている練習生の体から力がなくなり始めた。そして意識のないその体は痙攣をし始めた。起きろ。 SK はまだ続けるつもりのようだった。だが練習生は白目を向き、口からはガッガッという異音を発し始めた。そこへリングに飛び込んできたのがハセだった。ハセは練習生の口に耳を当てて確認すると、人工呼吸を始めた。救急車だ。彼が叫ぶと、若手レスラーが道場から飛び出していった。
結局救急車が来て練習生を病院に搬送したが、数日後彼は死んだということなんですね。まあこうしてゴンペ・ヒロミツさん亡くなって、まあそれでまあ警察に事情聴取されたと思うんですけど、まあ結局これは道場練習中の事故ということになりまして、まあ罪に問われることもなく、まあそうですね、 SK はまあそれまでまあ長州に可愛がられてるもんだから、道場また道場を任されていた、ハセと共に道場を任されていたもんだから、まあ本当にやりたい放題だったようですね。まあ武藤選手の発言によると、 SK が若手を理由もなく殴るもんだから、一時道場の雰囲気がものすごく悪かったと、そのように、発言しています。まあ SK を擁護しているのはまあ金本さんぐらいですね。まあこれ、まあ、クリス・ベノワの評伝に載ってるわけですけど、まあクリス・ベノワがまあ健介について嘘をつく理由もないわけで、まあこれはまあそしてこのクリス・ベノワ本人が、まあ妻と子供を殺して自殺してしまったという、そして彼の脳を解剖したところ、脳に、重度の損傷が見られたと。そして、彼は友人であるエディ・ゲレロの死で、精神的にもダメージを、与えられていたということだったんですね。そこで、まあ少し信憑性というものが落ちるかもしれないんですが、まあこれで SK を擁護している人間というのがまあ金本さんだけで、まあそうですね、この事件があったのが95年なんですけど、95年というと東京ドームの新日対 UWF インターがあって、 SK はそこで、まあ、柿原に負けるという、まあ、ブックを飲まされている。これはやっぱりこの事件に対する、まあ、罰である、とペナルティだと、まあ、言われてますね。そして95年長谷博士は、参院選に出て参議院になりますね。そして新日を辞めて全日に行ってます。もう全日、もう新日に嫌気がさしたのかもしれませんね。まあそしてその頃の長谷博士さん、長谷博士の本を私は読んだんですけど、ゴンペイ君の事件については我々が猛省する必要があると書かれていました。なぜ我々が猛省、皆さんが猛省しなければならないのか、それは、まあ、SK のやりたい放題を野放しにしていた周りの人間に、まあ、非があるというとも取れるわけですね。まあその本の中で、まあ長谷博士が書いてたんです。高岩達人選手、新日の、彼が入門してきた時に、
彼はプロレスには向かないだろう。どうやって辞めさせるかなっていうのを最初に考えたっていうんですね。それで高岩選手に、理不尽なしごきをしたと言うんですね。で、そういうことがやっぱプロレス界にはあるみたいで、そしてその理不尽なしごきを耐えてデビューした高岩は偉い、高岩選手は偉い、尊敬すると長谷博士は書いていました。まあこの SK は、まあ、奥さんと共に会社を作ってレスラーを抱えて、そしてそのレスラーにも暴力を振る、そして怪我をしてそのレスラーは引退ということになる。まあ SK の会社を辞めて、そして無理やり SK の嫁に引退させられた。まあその人のブログがから、まあ、SK の暴力というものが、世間に知られることになったんですね。まあそして2015年には SK の嫁が乳がんになって入院することに。これをプロレスファンはゴンペイ君20年目の呪いと呼びましたね。そしてまあ同時期に海老蔵の奥さんががんになって、そしてまあ亡くなったわけです。プロレスファンネット民は、海老蔵の嫁でなくて SK の嫁が死ねばよかったのにと言ったものです。それがネットの総意だったわけですね。まあそんなわけで、まあこの SK と SK の嫁が大きな顔をして今でもテレビに出ているわけですね。何年か前には24時間テレビで一家でマラソンしました。でその時ゴールで待っていたうちプロレスラーは天竜長代千草堀田由美子だけでしたね。まあこの SK と SK の夢、これからも大きな顔をしてテレビに出ていくんでしょうね。はい、そんなわけで今回はこれまでにしたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録は私のモチベーションになります。どうかよろしくお願いします。それでは銀河でした。